ちゃん。こんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、キャンプがね始まり、もちろんあの一軍でねベテラン選手とかひいきの選手が頑張ってるっていう姿もいいんですが、はい、やっぱりルーキーで一軍に帯同してる選手たち、あ、そりゃそうだよ、新戦力でな。そうですよ、そのもうアマチュア時代の映像とか見て、うん、あ、確かにいいよね、うんうん、っていうのはいいとこしか映ってないから。そりゃそうですよね。だけどやっぱ生で見て、うん、全然評価が変わる人もいるし、はい、逆に言えば、うん、評価が高くなる時あるし、うん、そうですよね。だからまあルーキーはねキャンプ行ったら大変だよ。いや、そうです。サイン、うん、カドちゃんみたいな、ね、サインを覚えなきゃいけないし。そうです。で、生活のリズムに慣れなきゃいけないし、まあ、そりゃそうだな、はい、先輩の顔を覚えなきゃいけないし、もちろん挨拶も遅刻もできないですし、ね、そうそうそう、名前が入ってないチームがあるから名前を覚えなきゃいけない。巨人ですね。そう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 、うん、まあ知ってるとは思うけどなまあそうで、まあ、だと思うんですが、まあ、大変だよ、はいはい、なので今日はですね、はい、春のキャンプ新人で一軍帯同メンバーで豊さんが注目する選手、まだイメージでいいです、はい、まだ実際に見ていないと思うので、イメージでこの選手面白そうだなとか、はい、この選手ちょっと見てみたいなっていう選手を挙げていただきたいと思います、はい、でまずセリーグ、はい、阪神は一軍帯同するルーキーの選手といえばドラニの椎葉投手、まあやっぱこう球速いって言われてるからさ、はい、まあそうだな、最初から飛ばしていくかどうか分かんないけども、うん、やっぱどのぐらいの球を投げるかね、やっぱちょっと注目だよね。そうですよね、はいはい、まあ下村投手がねやっぱりちょっとあの体の張りということで、まあまあそうだね、2軍スタートっていう意味でもこの前の動画で ね、はい、ね下村がどうのこうのって、うん、まあ、体の張りで腰の腰痛らしいなみたいなのあったら、はい、怪我じゃありませんよってそう聞いてた、いやいやちょっと待てよと誰が怪我だって俺が言ったみたいなよう見とけっつの文句があるんやったら。そうですね、今日ちょっとお怒り気味ですけれども言っときましょう。本当だよ。まあカープ、はい、カープは3選手がルーキー帯同ですけれども、はい、豊さん、あのね、はい、滝田投手すごい、いや俺これ滝田はねちょっと見てみたい。これはなぜかというとやっぱ変則でなんかこうタイミングが取りづらい、ましては左だし、はい、で俺はドラフト1位ぐらいで消えていくのかなと思ってたら、うん、3位まで残ってたから、はい、本当に3位の選手みたいな、うん、いやそれは違うだろうみたいな、うん、俺も3位だったけどそれは違うだろうって自分の中で思いながらでも滝田も思ってんじゃないかなって、違うだろうと、違うだろう、俺はあいつより上だよみたいな、うん、思ってる可能性もあるし、でも現に一軍メンバーに選ばれてますからね。まあまあまあ、そうキャンプの時だからね、はい、だからまあそれはちょっと見てみたいな、見てみたい、はい、で横浜、はい、なんと4選手、はい、ルーキーの選手たちが一軍帯同です、はい、まあ、まあ渡来選手をはじめ、はい、松本投手だったりとか、はい、あと井上内野手とかいますけれども、はい、まああの渡来はね露出が多かったから、はい、大体もう性格もいろいろ分かったって、はい、もう分かったって、うん、ね、もういいと、もういいと、うんうん、ね、あの松本、はい、やっぱこう変則でちょっとサイドから投げるんだけども、うん、力もあるらしいんだよね、はい、サイドで力があるって、まあ、大勢みたいな、あ、まあ、そういうことになりかねないし、はい、だからまあ抑え不在ということから考えるといきなり抜擢する可能性もあるし、はい、だからまあ楽しみなのと、うんうん、井上、はい、ブンブン丸、はい、いやもうこれ柳田2世って言われてるぐらいブンブン丸らしい、あの徳島インディゴソックスからですけども、もうブン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 振る、ソフトバンクが好きそうなあの振り方をする、まあだけど DeNA だよね、 DeNA ということはこれはどういうことは、例えば、うん、まあ筒香選手であったりとか、ああいうふうにこうブンブン、まあ筒香はブンブンじゃないか、やっぱ的確に捉えていくタイプ、そうか、いないタイプですか、ブンブン、いやまあだから佐野みたいな、佐野のもう少し大型版みたいな、完成すれば、はい、まあ、そんな感じになるかなっていう、あ、じゃあ DeNA にすごいねそういったパワーのある選手が、まあ、まあ入ってくる、入ってくるってことですよね、はいはい、で巨人、はい、巨人は 1,2,3,4,5 名ですね、はい、まあやっぱりなんといっても西舘投手が、あ、まあ、そりゃそうだろう、うん、まあ、後輩だしな、そうですよね、あ、でも運命の糸で結ばれてたかっていう新之助がもう言ったと、はい、ね、まあ、西舘は見に行くと、うん、いうことで、うん、注目ですけれどもね、はい、まあまあそんなことで、はい、でヤクルトが、はい、トヨタ自動車から松本健吾投手、はい、これはなかなかいいぞお前、あ、そうなんですか、いや本当に、うん、なんか完成品みたいな感じだよね、だからヤクルトって意外と完成品が多いんだよピッチャーで、また綺麗なピッチャーというかね、うんうん、だけどまあそこそこいいらしいよ、まあそこそこって言ったら悪いけど、
はい、あ、じゃあ注目ですね。はい、注目注目。え、中日。中日な。3名ですね。はい、辻元内野手。まあ、忍者のように動くというね。はい、辻元内野手が仙台大学か。まあ、そう、うん、まあ、まあ割と動きもいいし、キレがある選手だよね、多分ね。あ、なるほど。多分ね。あ、じゃあ、まあ、二遊間だったりとか、どちらかだったりとか、そういう感じ。まあ、まあそういう感じだよ、イメージ的にもね。まあ、だから中日ってその田中美希也選手だったりとか、はい、まあ、福永選手だったりとか村松選手とか、はい、いい内野手、昨年も取りましたし、まあ、いい内野手は取ってるけど、うん、まだ成長という意味ではまだ過程にあるしね、うん、ありますよね。あ、まだ誰が取るのか、うん、本当は向こうの二遊間ガチッと決まれば、うん、まあ、向こう10年大丈夫だから。そうしたらもう大変なことになるから、大半クビになっていくから。いやいや、本当そのぐらいの少年を入れてやらないと大変だということ。そうなんですね。ああ、でちなみになんですけれども、この辻元選手は168センチ、うん、で田中美希也選手は166なので、本当に小柄、似てますよね。もう小柄な二遊間だよ。そうですね、いいんだよ、パーンとキレがあった。豊さんも大柄ではなかったですけれども、まあ今では大柄だけどね。厚みも増してみた。でも172センチって言ったら、うん、まあ大きくはない。まあ球団で言えば3番目に小さかったから。だけどやっぱりそういう選手が大成していくというか、まあ二遊間はね、うん、それでいいと思う、うんうん、ただ俺らの時代って二遊間で打ったら価値があったんだよね。でも今は二遊間でも打たなきゃ価値がないから、いわゆる坂本選手とか大型二遊間みたいな感じですか。いや、だからそういう意味ではその打つのは大変かもわからないけども、はい、でもまあその分ね、うん、余りある守備を見せてくれるといいよね、うん、そうですよね、はい、楽しみですね、はい、さあパリーグですけれども、いやいや、まあそう、セリーグまとめようよ。あ、まとめますか。じゃあ、はい、セリーグで、はい、豊さんが一番この選手いいよ、化けるよ、化けるというか行くよと。これは、うん、チーム事情もあるよ、はい、いろいろね、うん、びっくりするぞ。びっくりする。知らねえぞと。知らない。伊豆口、巨人のドラ4ですね。あ、はい、この選手、はい、いや内野手ね、うん、もう巨人に入る隙はありませんよみたいな。そうですよ、岡本がいますよ、吉川いますよ、で坂本サードいますよ、門脇選手いますよ、うん、伊豆口がこう結構いいよ。お、これ守るところが門脇が称賛されてるかも。これそうですよ。でも打たなかったら取って代わられるよ。あの、まあ大型遊撃手っていう風に言われてましたけど、いやもう守備うまいよ。ちょっと守備をね、うん、見たけど、いや守備はうまいし、はい、いやバッティングもそこそこいいから、まあ、そこそこっていうかいいよ本当に。巨人のスカウトによると、将来的にはその中軸を打ってほしいと思ってる。そう、まあ大体言うよ。まあスカウト回打ってくれなんて絶対言わないから、口が裂けてもかあそうだな、7番8番打ってくれたらいいなみたいな、言わないでしょ。中軸を打ってほしいんだよ。また新たな刺激を伊豆口が入って与えるんじゃないかっていう、え、門脇って言ってたのが、え、伊豆口になっちゃったと思う。え、あの鉄壁の守備も角が取れて、お前口になっちゃったみたいな。待って、ちょっと意味わかんないから。そうですね、あの門当じゃなかったですね。そうですね、うん、いやだから門脇も救世主って言われたんだよね、うん、やっぱ坂本の守備1年間も経つとにはコンバートっていうのはしたいけども、うん、でも坂本がショートから外れたら守れる人間がいないって言われてて、うん、でも門脇が来たら、うん、いや救世主やっと動かせる、隼人も納得して動かされる選手が入ってきたと、うん、ね、伊豆口はまたなるよ、はい、2人怪我してもどっちでも入れますさみたいな。じゃあ例えば坂本選手がサードで、まあ、ちょっと怪我とか大事を取ってっていう時にポッと変わって出てくるとか、まあ、ポッと出てそのままよかったら、うん、いや門脇ちょっとベンチ来てくれ、うん、伊豆口へ行くから、うんうんうん、いやそれで勝ってたら、あ、じゃあ坂本下げて門脇ですショート行け、うん、伊豆口サードなっていうことができるぐらいの守備力がある選手、まあ、大阪遠いんで。そうです、1学年下に根尾選手とか藤原選手がいただいっていう、そうそうそう、で青学でね、はい、もうエリートだよ NTT 西日本ですね、うん、でいやだから俺はなんかね、うん、球団の構想まで変えそうな、うん、そんな感じがするんだよね。まあ渡来でもいいんだけど、はい、渡来は競争に勝つか勝たないか、うん、だからでも伊豆口はまた構想を変えてくるような感じがするんだよね、はい。いわゆる去年の門脇選手みたいに、そう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 、買いながらね、はい、うん、だから
すごく楽しみにはしてる、ね、見れるの。おお、やっぱりだから一軍帯同するっていうだけあって期待がねかかってる。いや、それはもちろんそうだよね。ことですよね。あ、じゃあ巨人はちょっとね、どうしても西舘投手とかドラ1の選手って行きがちですけど、はい、ドラ4のこの伊豆口選手に豊さんは注目プラス期待できそう。期待してる期待してる。もしかすると今シーズン一軍でなんか1試合でも2試合でも良ければ見られるんじゃないかとか。伊豆口？はい。バカベンチにいるよ、お前。いるんですか？多分いると思う、俺の構想では。俺の構想でもしょうがないんだよ。いや、これはもう監督にしっかり聞いてくるし。あ、お願いします。ほんで、まあ、その伊豆口が見てたら動画を挨拶してくれ。好きになる。大好きですね、それね。いや、大好きです。待ってるよ、やっぱ挨拶ができる人っていうのはいいよね。うん、ですよ、ね。はい、だ西舘投手もね、同じ中央大学の先輩。あ、そうそう、それはもう挨拶来るでしょ。それはそうですよね。で顔は、いや森下は知らなかった、ね、そう阪神のね、そうそうそう、森下この野郎知らなかった、ね、誰だお前みたいな顔して、そうですそうです、お前ちゃんと挨拶せんかお前とか言われて、はあみたいな、どなたですか、どなたですかみたいな、お前の先輩だろうとか言われて、はあみたいな、それでも分かんなかったっていうね。なんかね、天然ですね、まあ、天然な、はい、まあいいんですね、はい、じゃあ続いてパ・リーグいきましょう、はいはい、パ・リーグオリックス、それからソフトバンクはなし、はい、でロッテは今は、はい、今の段階では未発表なので、はい、そうなってくると楽天西武日本ハムなんですけれども、はいはい、楽天はやっぱね小社投手が、まあそうだな、はい、やっぱり見てみたいね、桐蔭横浜大学、はい、左ピッチャーでな、はい、まあ、左ピッチャーがこう誰を取るのかとかね、うん、思ったけど小社を取って、そうなんです ね、まあそのピッチャーちょっと見てみたいね、はいはい、で西武は3名が行きますけれども、はい、うん、まあ、竹内投手だったりとか、まあ竹内な、竹内はやっぱり一番人気だったし、そうです、ね、左ピッチャーのね、それは見てみたいよね、うん、あとは宮沢投手、それから糸川投手というところで、まあ四国アイランドというところ、まあそうだな、あと、まあ、ある程度 その経験をしてるというね、うん、まあいいピッチャーがいるからね、竹内なんかいい勉強になると思うし、うん、まあ、宮沢、糸川、はい、まあ、ここら辺はやっぱ競争に勝っていかなきゃいけないからな、うん、大変だと思うけど、ね、そうですね、ただやっぱ即戦力というかね、まあ、もちろんそうだよね、そういうイメージでは取ってるはずだよね、そうですね、はい、で日本ハムは新藤捕手ですね、キャッチャー、それから宮崎外野手というところで、まあこの新藤、はい、俺はいいキャッチャーだぞお前、日本ハムいいキャッチャー結構取りますよね、キャッチャー好きという、キャッチャー好き、女房好き、一夫多妻というね、そうですよね、まあ、そんな感じの取り方なんだけども、はい、ただやっぱ肩はいいし、やっぱ大学の中ではナンバーワンのキャッチャー間違いなく、だからタミヤとか、うん、いろんな選手が出てきて、マフシムもいれば、はい、ね、清水もいる、はい、まあ、いろんなキャッチャーがいる中でもう一掃される可能性があるぐらいの素質のあるキャッチャーだよ、あ、そうなんですね、ああこれは新庄監督は好きだと思う、でその、ね、選手をやっぱ一軍に帯同させるっていうことは、うん、いや意味があるってことですね、いやそれはもちろんそうだよ、うん、もう一軍の構想に入ってる可能性があるキャッチャーだ、そうだ、だから最初から連れてって受けさし、うん、サインを決めさしみたいな、うん、まあ、そういう作業に入ると思う、うん、あとはドラフト3位の宮崎選手、まあ、この選手外野手な、はい、もう磯端センターいるんだけども、うん、怪我してる場合じゃないって、うん、もうこの選手はあのヤクルトの塩見タイプだから、新庄監督好きそうなタイプですね、まあ、ねだからあの江越を、はい、あの精度をめちゃくちゃ良くして、ちょっと待って身体能力もものすごい高い選手だから、はい、だから日本ハムに行くのは楽しみだね、そうだ、なんか日本ハムのなんか特攻隊長じゃないけど機動力みたいな、まあまあそうだな、でも本当は磯畑がやるんだけども、うん、はい、磯畑が故障がちだからな、そうなんですよね、だからあれだな、うん、でスタッフの情報によると顔も江越選手に似てるらしい、じゃあ江越2人いらない、2人いらないから、だから江越は本物の江越は危ないかも、ちょっと待って、本物も偽物も江越、いやいや頑張らないとさそうですね、だからルーキーにとってだって競争だから、確かにそうなってくるともう塩見タイプだから、いやいいですよ、いいよ、だから元祖江越が危うくなってくると、そう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 、で磯畑選手もうかうかしてられないっていうことですもんね、そうだからまあ竹内とかね、うん、西武のピッチャー、はい、ね、ドラフト1位の小蛇とか、うん、まあ、楽天ね、まあ、見たいけども、はい、やっぱり一番見たいのは新藤と宮崎、
まあ、ここら辺は見てみたいね。あ、じゃあ日本ハムの2選手になってた、まあ、見てみたいな。またこれまたねスタッフの情報なんですが、湯畑さんもこの宮崎選手非常に評価高いと認めていると、うん、まあそりゃそうだろう。そりゃそうですか。ほらお前塩見タイプだからもう塩見選手はやっぱすごいですもんね。いや俺の中ではすごいよ、うん、やっぱいい選手だよ、はい、明るいしね、チームを引っ張っていくっていう意味では、はい、でもそういう引っ張れるタイプだろうと思うしね。うん、そうなってくると豊さんの好きなやっぱりね今川選手が非常に苦しくなってくる。同じ外野どうするんですか。泣くしかないなだってもう松郷選手トレードだな現役ドラフトとかトレードですか。トレードだな。だって松郷選手レフトにいてライトに万波選手いて、じゃあセンターに今五十幡選手なのかこの宮崎選手なのかとか、外国人もいると。じゃあ今川選手はどうするんですか。板川さんもうエスコンで今川焼き焼いてたら笑うの自分の顔の。いや苦しくなるけどさ、でも今川は今川で魅力はあるから、もちろん。でも今が今がって言ってたら、うん、彼もプレッシャーになるからやめときましょう。そうですよね。まあ宮崎選手、新藤選手あたりが日本ハムのちょっと注目で、ね、ああ俺はなんか注目してる、うん、まあやっぱりこう性質的にピッチャーではないんだよね、はい、いやだからそのジャイアンツの伊豆口、うん、内野手見てみたいし、うん、まあ新藤とか宮崎、はい、まあこういう人間に目はいってしまうけどもね。そうですね。まあ西舘とか、うん、竹内とか、はい、それもちろん見たい。そうですよね、うん、まあねあのまだ映像というか、うん、それでしか見たことがないので、まあそうだね、実際に、まあ、キャンプだったりとかブルペンとかそのいろんなこうものを見てまた評価が上がってくる選手もいるでしょうし、うん、あとはだからこうやってビデオ撮ってさ、うん、こう画像で評価してあげるっていうのはいいんだけど、ね、本来はそう、まあ、いいとことかさ、うんうん、ここ素晴らしいねとかそれもやりましょうよ。いややったらダメなんじゃないの。そうあのビデオは出せないんですけど豊さんが見てきて、あだからそう出せないとダメだよ。例えば絵描いて豊さんが絵描けない、描けないんですか。それと音楽切ってもらわなきゃ困るから迷惑かかるんだよ。そうかそうか、はいはい、とかあとは今ね2軍スタートのそのルーキーの選手たちの中でも1軍に上がってきたりとかで、まあまあそう入れ替わるからね、ありますもんね。頑張れ頑張れ、はい、あの下村なんかは、うん、張りが取れたら多分上げると思う、ね、そうですよね、はい、まあねあの豊さんが見てまた印象が変わった選手とか出てくれば、はい、またこの動画でもピックアップしていきましょう、まあ、そうだね、はい、はい。